MQ-8 ファイアスカウト MQ-8BMQ-8 ファイアスカウトはノースロップグラマン社がアメリカ海軍向けに開発した偵察、戦場認識、ターゲッティングの支援を任務とする無人航空機である。有人機を原型にして開発された機体であり、初期型の RQ-8A はシュワイザー330が 改良型の MQ-8B は、シュワイザー333が原型になっている。ラッシュビルに着艦を行う RQ-8A アメリカ海軍は、RQ-2 パイオニアの退役後、その後継となる、第二世代の無人航空機を探し始めた。海軍が、RQ-2 の後継機に求めたスペックは、垂直離着陸機であり、90kg のペイロード、 200km の、航続距離、高度 6km で3時間の対空能力、風速時速 46km の条件下で、艦艇に着艦する能力及び、整備間隔が190飛行時間であることだった。このコンペディションには、ベルヘリコプター車、シコルスキーエアクラフト車、そして、テレダインライアン車とシュワイザーエアクラフト車協力の3案が、参加して行われ、 2000年夏に、ライアンエアロノーティカル社の案が選定された。選定後に RQ-8A ファイアスカウトと命名された、この機体は、シュワイザー社製の有人ヘリコプターをもとに、艦船で安全に保管できる、JP-5 と JP-8 を燃料とするロールスロイスワリソン 250C20 ガスタービングエンジンを搭載して無人化した、もので、 試作機は2000年1月に自立飛行を成功させていた。RQ-8A には、機種下部に電子工学を呼び、赤外線カメラとレーザー距離測定装置を搭載したセンサーボルターレットが積まれており、これは海軍の艦艇やアメリカ海兵隊のハンビ B に搭載された操縦システムから 280km 離れた見通し船外においても RQ-4。 グローバルホークとの戦術データリンクを通じて制御することが可能であった。2006年1月、RQ-8A は航行する、クリーブランド級ドック型輸送揚陸艦、ナッシュビルに着艦することに成功した。無人ヘリが、パイロットの制御なしで移動中の米海軍の艦船に着艦するのは、これが史上初めてであった。リオットで展示される。 MQ-8B 組み立て中の MQ-8、BRQ-8 の開発計画は問題なく進行していたが、海軍は RQ-8 の性能に満足せず2001年に計画への資金提供を停止してしまった。だが、RQ-8 の開発はその後も継続され、テレダインライアンの親会社であるノースロップグラマンは、 様々な方面に売り込みを始めることとなる。その結果 FCS で使用する無人機を探していたアメリカ陸軍が興味を持ち、2003年に7機の RQ-8B を評価目的で購入することになった。MQ-8B は4枚ブレードのメインローターを採用しており、RQ-8A の3枚ブレードよりも騒音が抑えられ、 同時に上昇性能も向上している。このメインローターの改良で、最大離陸重量は r 9 8 a から500ポンド、増加して3150ポンドとなっている。また、スタブウィングを装備しており、AGM-114 ヘルファイア対戦車、ミサイル、バイパーストライク誘導爆弾、アップクズ 70mm レーザー誘導ロケット弾を搭載して、 対地攻撃を行うことができるほか、弾薬や医療品などの補給物資を前線に輸送するといった任務にも使用できる。MQ-8B はセンサー類を交換することで様々な任務に対応できるように設計されており、昼夜療養センサー及び、レーザー目標指示装置、t h a および、移動目標インジケーター、シグイントモジュール、地雷検出システム、 共通戦術データリンクなどを搭載できる。陸軍での採用は実現しなかったが、皮肉なことに海軍が、かつて放棄した RQ-8 に、再び興味を示し、MQ-8B の派生型である C スカウトを発揮評価目的で購入した。海軍は、将来的に C スカウトを、沿海域戦闘艦に搭載して運用する、予定である。 MQ-8CU 人機であるベル407の機体に MQ-8B の遠隔操縦システムを搭載し無人機とした派生型。システムは MQ-8B と95%が共通ながら MQ-8B と比べて航続距離が2倍、ペイロードが3倍となった。貨物を搭載するスペースを備え、輸送任務も想定されている。 2014年収益予定。アップクズを搭載した MQ-8B 出展、ノースロップグラマン、ナブエアー初言性能。ありがとうございます。